はい、すごい国内、うん、国外、うん、増えてきて、お1万ぐらい、うん、1万以上含まれて、ヘイヨー、ハロー YouTube、 今日もやってまいりましたミュージックハンター365。本日はアメリカ村ビヨンドさん、そしてナビゲーターは MC ハマックスでお届けしております。今日も素敵なアーティストを紹介します。最後まで見ていって気になったという方はぜひグッドボタン、そして番組もっと見たいなと思ってくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速本日ご紹介するアーティストはこちら。それでは本日のゲスト、久典さんです。お願いします。お願いします。それでは久典さん、はい、渋谷を中心に活動する、うん、鳥取県出身のベースミュージックシンガーということでね、はい、でダンスミュージックの一形態であるベースミュージックを、日本語で歌唱するスタイルで都内を中心にライブ活動を行っていると。その独特のセンスが国内外を問わず広く支持され、 SNS 発の注目新時代アーティストであるという久典さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ベースミュージックシンガーと、ね、いうことでね、やられておられますけども、まあ、あの YouTube ご覧の方でね、もちろん、まあ、久典さんの、ね、ライブを見たことない方もねおられると思いますが、うん、ベースミュージックっていうのはなかなかね、こう一般の方もしかしたら知らないのかなと、ね、いう時もあるかもしれないので、うん、なんとなくこうベースミュージックっていうのもざっくりご説明いただけるとありがたいです。ベースミュージックはダンスミュージックの一環なんですけど、うん、8ビートとか低音をあのドゥン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 というビートを強調した音楽です。音楽です。ジャンルじゃないです、音楽。うーん、なるほど。ダブステップとか、とトラップもベースの一部やし、あとフューチャーベースとか、ベースハウスとか、多岐にわたるですね。多岐にわたるですね。多岐にわたります。はい、なるほど。わかりましたか。はい、 SNS 初の、ね、アーティストということで、うん、やられておられますけども、はい、まあ、そのライブ活動の前に SNS でいろいろ何かやられてたんですか。そうですね、インスタを頑張ってるんです。インスタグラマーっていうやつですか。そうなんですけどね、ちょっと違うと思うんですけど、なんか頑張ってたらフォロワーさんがすごい国内、はい、国外、増えてきて、お1万ぐらい、1万以上含まれて、1万膨らんじゃって、はい、膨らんじゃってなるほど、はい、1万ってすごいです ね、 ね、どこにいんのみたいなフォローしてください。ぜひぜひ皆さんチェックしてください。はい、じゃあインスタグラムの URL 概要欄の方に貼っておきますので、はい、ぜひそちらの方もね、直接踏んでフォローしてください、ね、フォローしてください。アットキサドリで出てきます。インスタの方ではどんな写真を上げてるんですか。バチ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 の写真。作品撮りの方が多いかもしれない。おー、なるほど。キサ撮りを表現した、うん、作品撮りが多い。ああ、なるほど。まあ、国内外で活動をね、うん、されておられるということなんですけど、まあ、今までにこう例えばね、こう主にこうどんな活動をされてきたのか教えていただければと思います。はい、ライブ活動は渋谷がすごい今も多くて、初期から、でも一昨年に新木場のアゲハに初めて出させてもらって、でかいね。でベトナムでもライブさせてもらって、へえ、去年、サンリオピューロランドでやらせてもらって、サンリオで、え、サンリオでライブできるんですか。フェスがあったんですよ、はあはあはあ、ハロウィンに。へえ、サンリオでもらって、サーキットっていうのかな、スプーキーパンプキンだなんで、はあ、だんだんちょっと大きくなってるんで、はい、私はもうちょっと大きいところでやりたいなって目標がね。でも、もう準備をしててあれを出します。しかも
超マスターピース、うん、超マスターピース、そう超マスターピースのあれが出ます。またアナウンスはね気まぐれに鈴焼きます。じゃあ2020は、まあ、超マスターピースもあり、またね、うん、その大きな会場のライブもねあり。国外行きたい。国外ね、いや行く。そう。はい、それでは草取さん、残念ながらお時間になってしまいました。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、なので最後にね、はい、あの番組をご覧の皆様に何かメッセージがあればお願いします。2020年は草取に要注目です。これを機会にぜひダンスミュージックに、クラブミュージックにも触れたことない人にも触れてほしいです、うん、なのでぜひ YouTube、サウンドクラウド、Spotify、Apple Music があるので聴いてみてください。はい、ありがとうございました。それでは本日のゲスト、草取さんでした。それではこの後、草取のライブ映像そっちもチェックしてね。ミュージックハンター。Are you loving up? 感じるままに死ぬ歌ばかり。
ダンスミーボーはもうちょっと可愛く覚えます。アメリカ村ビヨンド、気になった方はこちらをチェック。ミュージックハンターチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また明日も見てねー。